定刻となりましたただいまより第10回先端研クロストークコミュニケーションが作る先端を開催いたします私は本日司会を担当させていただきます司会放説分野の松木雄と申します本日はよろしくお願いいたしますそれではまず最初に東京大学先端科学技術研究センター出張山雅和よりクロストークのテーマと本日の登壇者を さきます。きました。よろしくお願いいたしはい、えー、ありがとうございます。えー、皆さん、こんにちは、えー。東京大学先端科学技術研究センター、通称先端研の所長の杉山でございます。よろしくお願いいたします。えー、この先端研で行っておりますクロストークもですね、ついに10回目というふうになってまいりました。あのー、まあそもそもこのクロストークのクロスというのは掛け算でございまして、 この先端研はですね、この東京大学の研究所の中でも唯一、あの、専門分野を定めない研究所ということで、まあ、極めて多彩なです、ね、分野の研究者に集まっていただいているわけですが、まあ、そうした、あの、全く異なる、この、研究領域、あるいは個性を持った研究者たちが、お互いにこう、掛け算をすると、どういう面白い科学反応が起きるのかということをですね、まあ、ぜひ、あの、皆さんに、この、体験していただきたいということで、えー、毎回、あのー、 多様性に富んだですね、かけ算を展開しようとしているわけでございます。で、えー、今回のクロストークですけれども、このコミュニケーションが作る先端ということでですね、まあ、ますますわけがわかんないタイトルになってまいりましたけれども、もう、あの、今回が10回目にしてですね、えー、今までのクロストーク史上最大のチャレンジとなっております。はい。で、えー、今回ですが、まあもちろんあの、コミュニケーションという切り口で、えー、3人のですね、えー、まさにこの先端を切り開いている先生方に、 先ンター系の中から来ていただいたわけでございまして、えー、まずはあのご紹介したいと思います。えー、細胞連環あ、医科学分野のお星野ゆ子先生です、はい。そして動物言語学分野のお鈴木俊孝先生です、えー。それからグローバルセキュリティ宗教分野の国末則人先生です。 ノリトですねはいすみませんクリス、確認するの忘れてました、国ノ典ト先生です。よろしくお願いします。はいということで、この3人の先生方が一体何を専門にして、どういうことを考えているのかというのは、私から紹介するよりは、これからそれぞれの先生方からトークをしていただいた方がよろしいかというふうに思っておりますけれども、まあ、あのすごい簡単に言ってしまうとですね、えー、星野先生は、この人体を構成している、あるいは生物を構成している細胞と細胞の間のコミュニケーションが専門です。 で、えー、鈴木先生は動物と動物の間のコミュニケーションが専門です。で、国末先生はコミュニケーションが専門というよりは、あの、もうちょっと前まで朝日新聞の農説委員を務められていたですね、まさにあのコミュニケーションの達人といいますか、もう社会のコミュニケーションをすべて、えー、見届けてきた、あコミュニケーションのすべてを知る方ですが、まあ、おそらくは細胞と動物のコミュニケーションについてはあまり知らないはずである。ということで、 この三人がですね、一体あの、混じったら何が起こるのかというのが、まあ今日の最大の楽しみでございます。まあさらに言いますと、このクロストークをいかに、ちゃんと、こう、最後、着地させられるのかというのは私に課せられた最も大きな問題で、えー、今日着地に失敗しますとですね、所長クビになるかもしれないとないです、ね、大丈夫ですかありがとうございます。あの、優しい言葉をかけていただきましたけど、先端系は包摂性に優れた組織でございますので、はい。所長が一回ぐらい落ちに失敗しても何とかなるということが今日分かりましたんで、はい。まあそれでもちゃんとやっていきたいと思いますが。 まあ、ということでですね、えーまあ、私があのくだらないトークを展開してもあの、まあ、申し訳ありませんので、早速ですね、えー、これからあの3人のです、ね、卓越した先生方に、えー、先生方があの今まで対象にしてきたあこのコミュニケーションと、それからそのコミュニケーションに対してどういう先端を見出しているのか、先端を切り開いていこうとしているのかということについてですね、熱く語っていただきたいというふうに思っております。では、まず星野先生、よろしくお願いいたします。 皆様、はじめまして。星野あゆ子と申します。今から、あの、第10回、クロストーク最大のチャレンジ、1個目の課題となる、細胞連環のエクソソームというもののお話をさせていただきたいと思います。で、私、今からお話しする内容は、もう、今回、お話しする3人の中で、最もちっちゃくて、もう、もはや見ることができないレベルのお話からスタートします。それは何かというと、ここに今見えている、 このカプセルのようなカップのようなこの商法ですね。これがエクソソームというものです。今、私たちの体の中のすべての細胞は常にこのちっちゃいウイルスサイズの商法を出し続けていて、で、それが例えば、癌細胞が出すエクソソームは他の臓器に行って、この中に含まれているメッセージを解読させる手紙を送るんですね。 で、そこの臓器の場、場所の、まあ、状態を変えることで変異を成功させているとか、あとは私たち、突起10日で妊娠して出産するって思ってるけど、そのタイミングって、胎盤が出してる、例えばこの症法が、かさどっている可能性があるよ、なんて話をしたら、どう思われますかで私はこのエクソソームが今まで知られていなかった様々な生理現象、そして疾患、 の進展に関わるということを見出す研究をしております。今申し上げたように、エクソソームウイルスと同じぐらいのサイズです、すべての細胞が出していますので、今、1ミリの血液を私たちから取ってくるとします。私の第一、小指の第一関節ぐらいのボリュームですね。この血液を取ってきたら、この中には何兆っていう数のエクソソームが皆さんの体の中を巡っています。これ、もともとは、 細胞のゴミ処理機構として40年ぐらい前に見つかってきました。細胞がいらないものをこう袋、ゴミ袋に入れて、ポイッて出る。で、それが尿とかで排出される機構なんだろうなっていうふうに思われてきたんですが、今から16年、7年ほど前に、ポイッと放出されたエクソソームが、他の臓器、他の細胞に愛から出たものが脳に行くとか、脳から出たものが大腸とか肝臓に行くのような、 この連関をしているということが分かり、新たな細胞間のメッセンジャーであるということが分かってきました。で、私たちは、このエクソソームが疾患の発症、進行に関わる可能性。そして、疾患に関わるってことは、おそらく正常でも仕事をしているよね。私たちを健康をたらしめるためのエクソソームって一体どんなものなのっていうような研究をすることで、エクソソームは介した新たな生理学の概念を切り開いていきたいと思って研究をする。じゃあ、どんな情報が エクソソームには含まれているかと言いますと、タンパク質とか皆さん生物の教科書で見てきたと思います。DNA とか RNA、遺伝子、脂質ってこれ何かというと、細胞を構成しているようなもの、そのものがエクソソームにはちっちゃいバージョンで入っている。ただ気をつけなきゃいけないのは、ミニチュアの細胞ではなくて、 細胞は自らが、これ気候は全く分かってないんですけど、自らが入れたいと思う情報だけ入れる。入れたくない情報は入れないっていう、特異的なパッケージングが起こっていることが分かる。で、このように、自分が今、まあ、誰か相手にね、送りたい情報を詰め詰めして、ポイッと出す。で、そうすると、まあ、手紙のようなものとして、例えばどんなことが起こるかというと、肺に転移するガン細胞。 そのエクソソームを今これ緑色にラベルして、マウスの血流に流すんですね。そうすると、肺に転移する、癌細胞、細胞自体じゃないです。癌細胞が出したエクソソームは、肺に転移するから、肺にばっかり大量に取り込まれる。ピカピカピカって肺全体が光ってるように見えるぐらい、大量に肺に取り込まれることが分かりました。で未来転移先に、パイオニアのようにして癌細胞をエクソソームを送るんですよね。行ってこい。って 行ってきて何をしてもらうどんな目的でその手紙を送ってるのかというと、例えば、こうやって送り込ませますよね。肺に転移するがん細胞のエクソソーム。で、その後に、肺に通常は転移できないがん細胞っていうのをマウスの血流に投与します。で、肺には通常この細胞は転移する能力を持たないので、マウスに投与した後、このエクソソームの投与がないと、 転移できない。これ色がついてると発光で見るんですけど、転移してるっていうことでバーがグッと上がるんですけども、通常はこの癌細胞は肺に転移できない。で、癌細胞自体には何もしていないにもかかわらず、エクソソームで肺を前処理して手紙が送られている状態を作ると、肺に同じ癌細胞が転移できてしまうということがわかり、癌細胞には何もしていないのに転移できる、すなわち癌細胞由来のエクソソームは未来転移先に 転車として行くで、その臓器を転移促進的な形質に変えていくんだよっていうような現象があることが分かる。で、この後に今もう一つ臓器官のコミュニケーションの例をお話しさせていただきます。で、それは今はがん細胞っていう臓器と肺っていう臓器の間をエクソソームがコミュニケーションしていましたけども今度は胎盤赤ちゃんができた時にできる胎盤ですねお母さんの母体にできる胎盤が出すエクソソームが 実は私たちの生理現象にすごく重要な役割を果たしてそうだということが分かってきます。体盤のエクソソームをどうやって見てみたかというと、私たちが見出してきたことっていうのは、人において、とつき10日で赤ちゃん出てきますっていうふうに私たち思ってるんですけども、それって脳下衰体のオキシトシンがブワッと出て、子宮がこう収縮して赤ちゃん出せ、出せってやるんですね。で、分娩促進剤とかもオキシトシンを入れたりして出したりするんです。 もじゃその脳下水体のオキシトシンを出せって、今だよって、誰が言ってるのまだわからないで、ね。で、そこに関わってるかどうかっていうのを検証してみました。で、やってみたことは、マウスの胎盤から出てくるエクソソンも取ってくるんですね。で、この時に大事なことは、マウスはつき10日ではなくって、19日ぐらいで赤ちゃんを産んでしまいます。 なので、胎盤の時期っていうのがちょっと短くなってしまうんですが、私たちが胎盤を取ってきた時期っていうのが、まず、平成し始めた時期の胎盤を取ってきた。これが、妊娠から11日目で E11 って。で、次に、胎盤が完成した時期の胎盤のエクソソームを取ってきた。そして最後に、出産直前の胎盤のエクソソームを取ってきた。胎盤が出すエクソソームって、時期に 応じて違うのそれとも胎盤なんだから同じもの出してんのっていうと、時期ごとに全然違うってことが分かってきました。これ、どういう内包物を持ってるかっていうのでプロッティングしてるんですけど、早い時期。で、中間の時期。で、出産直前っていうのは、中に持ってるお手紙ってなるメッセージが全然違うよっていうのは、これは示していて、さらに、このエクソソンをマウスに投与すると脳に めちゃめちゃいっぱい行くんです。胎盤のエクソソームは脳とおしゃべりをするっていうことが分かって、私はこれを見たときに学生さんに、絶対出産直前の胎盤のエクソソームで赤ちゃんが生まれる。これが引き金になってるから、これを妊娠期の早い時期に打つと、もう出産直前だって勘違いして、多分早産が起こるから、このエクソソーム妊婦マウスに投与してみましょうって言いました。そしたら学生さんが、普通に出産しましたって,言って帰って 普通にエクソソームを、この出産直前時期の胎盤のエクソソームを妊婦マウスに投与したんですね。で、私はもうすごい早産が起こるだろう。だって、なぜかというと胎盤が出しているエクソソームが、もう出産時期ですよと言ってるからと思ったんですが、彼女はいつまで経っても生まれないなと思って、普通の出産が行われた。で、私はすごいがっかりして、そうか、じゃあ胎盤のエクソソームは出産時期を否定してないねっていうふうに言ったんですけど、彼女が、いや、私は実は 早い時期の胎盤のエクソソームが重要な気がしますって言って、彼女はこっそり私に隠れてこの実験をしてたんですね。そうしたら、そうで、これ何を言ってるかっていうと、おそらくまだ私たちこれ検証中なんですけども、例えば、コップの中の液体がいっぱいになってこぼれ落ちた瞬間が出産の時期だったとしたら、時期の早い胎盤のエクソソームにはその情報がいっぱい載ってる。だからどん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 水が増えていく。 で、この時期がずれるにつかがって、その情報量は減っていくから、最後、こう、出産直前の胎盤から出てくるエクソソンは、その情報量が少ないから、ちょっとずつ、ちょっとずつ水が足されていって、最後にポチョンとこぼれた瞬間が出産になる。でも彼女は、情報量が多い時期の胎盤のエクソソンも与え続けたもんだから、コップが早くいっぱいになって、で、出産が起きたんじゃないのというのを、今現在、検証中で。 で、ここで、ちょっと面白いなと思うのが、じゃあ、正常の胎盤のエクソソームは脳とお話をしますよ。じゃあ、疾患の時ってどうなんですかというので、一例見させてみ、見ていただきたいのが、妊娠高血圧腎症。まず、必ずしもすべての妊婦さんが健康なまま出産することができない。で、その中の一つとして、高血圧やタンパク尿が出ちゃって、出産をもうそこで打ち止めしなきゃいけなくなってしまうような疾患があります。 でこれが妊娠後継脱腎症という PE というものなんですけど、この胎盤になってしまっている方のエクソソームを取ってくると、何が起こるかというと、言ってたはず、正常の胎盤のエクソソームはノーと言ってるんですけど、それが行き先を変えるんですで。それは情報が変わったから行き先が変わって、そのお手紙はどこに届くかというと、腎臓に、この緑色でピカピカっと見えてるのが腎臓に。 エクソソームが言ってるんですけど、妊娠高血圧人症の方のエクソソームは腎臓に。そして、マウスにこのエクソソームを与え続けると、まさにタンパク尿が見られるっていうような、この人で起こっている、裁判がコミュニケーションすべきところを変えてしまうことが、疾患の始まりになり得るというようなことが、 え本日お話しした内容っていうのが、がんとか、妊娠高血圧伝承、そして、通常妊娠というようなところでお話しさせていただきましたが、私たち自身は、様々な疾患とか、あとは、このうつとかストレスですね、の中での環境についても、エクソソームが、臓器官の連環をすることで、この疾患とかの症状を呈したりするようなことが分かってきて、で、本日は、 皆さんと一緒に、このあとにの動物のコミュニケーションで、人や国とのコミュニケーションという中で、この私たちが見ている個体でのエクソソームのコミュニケーションというのを超えて、実はあの本日お見せしませんでしたけど、お母さんと赤ちゃんとかうていうその個体感、まあたあの、胎児だからお腹に入っているので、この同一個体って言ってしまえば同一個体なんですけど、個体感のやり取りとか。 あとは、その人と話しているときの唾液のやり取りとかも含めて、なんか妄想できるものがあるのかなって、本日のことをきっかけにちょっと考えさせていただいたりとかもしてるので、この後のクロストークでお話できることを楽しみにしています。以上になります。はい、星野先生、大変ありがとうございました。<laughs> それではあの、エクソソームの詳しい話はまた後で、えー、いろいろとクロストーク展開するとしてですね、今度はガラッと変わりまして、 動物同士のコミュニケーションについてですね、えー、この動物の言葉がわかる鈴木先生にです、ね、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。ところで、星野先生ね、先ほどの,あのエクソソームなんですけれども、そのゴミだったと思ってたものが、実はものすごい重要な情報にあったってことなんですけど、まあ、あれなんですよ細胞から出てきてるその分子は、まあ、当然その。 何もその後役割しなければゴミっていうふうに見なされるし、それが今おっしゃったように、がんの転移であるとか、あ,あるいはその出産の時期のシグナルの、まあ、なんていうか、たまったらこれが出産ですみたいな感じで使われるってことがあの見えたら、それが伝達物質だってことで、そのなんていうんでしょうね、人間の,その知恵が進歩したから、今までゴミだと思ってたものが、実はすごい重要な手紙だったって分かったって、こういうふうに考えてよろしいんですかね。 このウイルスくらいのサイズだっていうことからも、技術的にも難しかったんですね、見るのが。なので、そういう意味では、この私たちのテクノロジーが進歩されたっていうことと、あとは、やっぱりあの、切片を、私の元ボスは、切片を見たときに、なんか、ごいちタイいツがいっぱいあるんだろ,これだろうねっていうのはずっと言っていて、それがエクソソームって出てきたときに、 がんじゃない細胞が出してるっても粒なんじゃないのっていうようなことを未来で変先で起こってる変化ばっかりを見てた人だったででそので正常な臓器と未来で変先になる臓器粒がめっちゃ多いよこの粒どこから来てるんだろうとかっていうようなところからリンクしさだからあの細胞がそのエクソソームを出してること自体はも40年前から知られてたんだけど一方でそのがんになるあるいはなってる細胞の近くでなんか粒が多いなと思ってた。 その粒が実は、ああ、これ皆さん知ってるっていうか、その分野の人は知ってるエクソソームだったってことに気がついたってことなんですね。ああ、だからその、ぜなんていうかな、あのー、その人間というシステムの中で、えー、活動してる細胞たちが、それで出してる方を見てる人がいて,受けてる、受けた結果としてがんになっちゃうっていうのを見てる人がいて、その両方がこうクロスしてつながった時に、その新たなその人間の中の細胞間の。 そののの情報のやり取り取っってていうのが見えたってことなんんでですね本当にやっっぱ取り取込ままれれ方ととかかがまだ分かっていないなのでじゃあその顕微鏡を若くちゃんと見れる人たちとと一緒に研究をするとなるなほど。だからそういうい生化学のの分野の中でもやはり やっぱりすごく細かいとこ見てる人たちがあっちこっちにいるんで、それがつながったときに、その新しい試験が出てきた、そういう先端が見えてきたかもしれないってことになるわけですね。はい。ということで、あの動物言語学の先端が準備ができたようですので、では、鈴木先生あの、満を持してよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、えー。先端研の動物言語学分野の鈴木敏隆です、えー。動物言語学の幕開けというタイトルでお話し,します。えっと、僕の今日の話は、星野先生よりももう,もう一つ、 マクロな大きな階層の話になって、動物の個体間でのコミュニケーションに関してです。で、えっと、まず動物言語学の幕開けというタイトルなんですけれども、この動物言語学、まだこれ、あの皆さんあまり聞いたことがないかもしれません。それもそのはずでなぜかというと、実は僕がこれ名付けたんですね。新しい学問でで。これ、実はかなり挑戦的なネーミングだと思っています。な,なぜかというと、そもそも 言語というのは人間に固有なものだと考えられてで動物は、えー、単なる感情の表現、例えばワンワンとかキャンキャンとか犬も鳴きますけれども、そういったのは嬉しいとか怒っているとか、そういった感情しが使えないもので言葉ではないと、こう捉えられてきたんですね。ずっとこういうふうにあの2つの分離で捉えられていて、じゃあずっとっていつからかというと、実は紀元前なんですね。紀元前のアリスストテレスという 学者はその,あの政治学という本の中で人間だけがロゴスを持っている意味をあの生む、えー、言葉で意味を伝えることができる動物っていうのは、えー、感情だよずっと考えてでずっとこ,のこれがですねダーウィンもそう考えたし今の進化学者とか、えー、言語学者もそう考えてきたわけですねでもそれでもあの動物の言語を解き明かすための学問が必要な時代が来ましたでそののきっっかけになったのが このシジュウカラという日本にいる鳥なんですね。で僕はこのシジュウカラという野鳥を、えー、これまで17年ぐらい、えー、ずっと研究してきたんですけれども、まあ、最初はなんでこんないろんな声出してるんだろうっていう、この鳴き声の多様さ、複雑さに興味を持って研究を始めたんですけれども、研究を続けていく中で実は彼らには人間の言葉に共通した能力があるということが分かってきたわけです。シジュウカラって皆さん、あの、 まあ初めて見る方もいるかもしれませんが、えー、実は日本全国、北海道から沖縄までいます。大体スズメぐらいの大きさで、まあ、こういう白と黒の可愛い色をしている鳥なんですけれども、まあ、見たことないかもしれませんが、声は多分聞いたことがあって、こうういった鳴き声がちょうど今の季節あの朝まあ日,のあの日の出とともに、まあ、街の中でも、ね、聞こえるはずです。 これは実は、シジュウのオスが、メスを、メスに対して求愛するためのさえずりと言われる特性。で、こういったことに関しては、もちろん動物学者も気づいていました。しかし、僕がずっと研究していく中で、実はシジュウこれだけじゃないんですね。いろんな、他にもいろんな声を持っていて、例えば、空にタ天敵の鷹が現れると、ヒヒヒヒヒヒと鳴くんですね。た例えば、餌を見つけると、 ジジ,ジとなんですし、あと逆に見えるといは、人の耳で聞いても全然違う声を使い分けているわけですね。これどういうふうな意味があるんだろうと調べていく中で、彼らは言葉を持っているという結論に至ったわけですで。研究をしているのは、長野県浅間山のふもとに広がる、えー、落葉樹類。で、えー、その中にですね、巣箱を、まあ、たくさん仕掛けて、 その中で繁殖した刺繍からの、えー、会話とかも研究していますだいたい5月ぐらいに巣箱を開けると卵がこう生まれていて、2週間ほどすると、まあちょっと宇宙人みたいな小指の先の、先ほどの小さな大きさのあの、稲が入るわけですね。で、せっせと、え親、ー、鳥が餌を運んで、まあ、3週間近くすると丸々太ったなになって育っていくわけです。 ですが、まあ、すべての繁殖はこんなにうまくいくわけじゃなくて、あの、日本には色、様々な天敵がいて、で、最も、あの、危険なのが、アオダイショウというヘビです。アオダイショウは巣箱の中に侵入して、えー、ヒナとか卵を食べてしまいます。で、今でもですね、ずっと覚えているのが、えっと、2008年6月10日の1時25分、えっと、僕がその巣箱をこう回ってですね、マイクを持って、えー、 森の中で録音しししてていたたにに初めて聞く声を耳にしましたそれまで朝から夕方まで毎日四十からの鳴き声を録音してたのにそれでも新し,く新しい声が見つかるのかびっくりしたんですね。それであの巣箱に近づいていくとその奇妙な声を出している親鳥の下に実はこの青大小が迫っていたんです。たいこういうふうな様子でした。 やっぱりヘビに対してしか出さない声なんじゃないかなと思って一つ目の研究が始まりました四十から他にも天敵がいて例えばホンドテンとかカラスこれは巣箱の外側からちば、えー、とか手を差し入れて上の方にいるヒナとかを食べてみいますでこういう白線を見せているなんですねそうするとここ全然違うピースピーというとこですだけど ヘビを見せてみると、じゃあじゃなく。じゃこれ今度聞かせてみようと思いました。じゃじゃじゃっていう声を録音してスピーカーから聞かせてみると、それを聞いたシジュウカラはですね、シジュウカラは一オス1メスで繁殖するんで、オスの声をメスに、もしくはメスの声をオスに聞かせていく実験をしたんですけれども、そうすると、じゃじゃじゃってスピーカーから聞くと、スピーカーじゃなくてですね、地面の方をじっと見るんですね。スピーカーを気にするんじゃなくて、じゃあじゃあ聞くと今度は地面を見る。 ヘビ、ね、ってその地面を張って木を登って巣箱に侵入してくるのであヘビを探してるんじゃないかなと思ったわけですでもこの時大切なのが本当にヘビという単語になってるのだろうそとしたら地面を見ろっていう言葉になっているかもしれないでもしもこれがヘビという単語になっているとしたらこのジャージャー聞いた聞き手の始終からは頭の中でヘビをイメージしているはずに違いない概念を 持っていいるに違いないと考えたわけですでそこで,です、ね、でもそれをどうやって調べようかなって考えてたときに、一つアイデアが浮かびました。人間の場合はですね、あの単語、意味を持っている言葉、音ですね、というものは、あの物の見え方を変えるということは知られています。例えば、この有名な例ですけれども、うさぎ、アヒルのこの騙し絵ですけれども、この曖昧な絵もですね、うさぎって聞くと左を向いてるうさぎに見えるし、 昼と聞くと、今度は右を向いたら昼に見えてしまいますよね。でこの時、僕たちの頭の中で何が起きているかというと、ウサギって聞いたら、ウサギのイメージを思い描いて、この曖昧な図形に当てはめて、これがウサギに見えている。昼の時も同様です。よし、これだって思ったわけです。要するに、四十からの場合も、ジャージャージャーがヘビという意味であれば、これを聞かせた四十からが、普段見間違えない曖昧なものをヘビと見間違えてしまえばいいんだ。 だったらこれは本当にあの単語と言えるだろう。木の始終からに指をイメージさせてると言えるだろうと考えたわけです。で実際にやりました。スピーカーからジャージャー流した状態で、普段は気にしないですね、ここら辺に落ちてる木の,の枝にですね紐をつけて、えー、まるでちょっと蛇っぽくですね、まああの木の枝を、木の幹を下から上に這わせるわけです。で実験の様子がこちらです。 でえー、と画面右側の外れぐらいにスピーカーがあって、まず、じゃあじゃあっと流し、なんか瞬間に、木、えー、の枝をですね、まるで木,を木の幹を這いのぼるヘビのように、ちょっと引き上げるわけです。 しに来るんですねこれ本当にヘビだったら、あの子供を守んなきゃいけないんで、追い払ったりします。でも、ここで多分、知事から彼は気づいていて、あ、これヘビじゃない。で、また別の場所に探しに行きました。で、こういったその確認行動はですね、えー、っと、この、ジャジャという声を聞かせたときにしか見られませんでしたし、えー、木の枝の動きがね、えっと、ヘ全くヘビっぽくない。例えば、左右に大きく揺れる動きを見せたときなどは、全然こういう行動をしないことがわか,分かる こういったその研究を積み重ねていくことで、シジュウカラのジャハジャハはです、ね、ヘビを見たときの恐怖心というよりは、ヘビというイメージを、概念をです、ね、で手のシジュウカラに思い起こさせる単語と言えるということが分かったわけです。これは実は動物のコミュニケーションによって初めて言葉、単語をですね実証した例になりました。シジュウカラはそれだけじゃないんですね、実はもっとすごくて、単語を組み合わせて文章を作ることまでできるんです。 文章の一つ、要素になる一つの単語がこれで、えっと、ピーツピーという声です。これはですね、四重からが、えー、何らかの危険を察知したときに鳴く声ね。で、実際に泣いてる様子がこれなんですけれども。これはですね、四重からとても経過しています。あの 皆さんわ分からないかもしれないですけど、僕とかシジュウカラからすると、とても警戒している状態。で、これなんでこう警戒しているかというと、実はこの動画を撮る前に、僕がこのシジュウカラを捕まえたからです。で、さすがに捕まえると、まあ、捕まえて何をしているかというとですね、足にカラーリングっていう色足をつけて、それで個体識別のために発覚してるんですね。で、さすがに捕まえると、こいつやばいぞっていうスピードなわけですね。 でそれを聞くと、周りにいるシジュ者からは、あ、何が危ないんだということで、キョロキョロって警戒対象を探します。だから、人間の言葉に例えると、おそらく警戒しろみたいな意味になっています。もう一つ言葉があって。シジューという声。これは死者という仲間を呼ぶときに泣く声です。 入ったひまわりの種を見つけた時に、じじいと鳴いて、それから刺繍からが仲間たちが集まってきた様子です。でこの声を流すと、もちろんシチューから集まってくるので集まれという意味だ。だこれを組み合わせるというシチュエーションを見つけました。それが！ いい厳しい人組み合わせでで、これ何をしているかというと、まあシジュウカラのあの画面真ん中の下にあるですね。えっとちょっと茶色っぽい鳥がですね、実はモズという肉食性の鳥の白製です。で、モズは普段はですね、えー、農耕地などでスズメとかを襲ってるんですけども、たまにシジュウカラの住んでる森にやってきて、シジュウカラを食べに来ます。まあ、肉食性の鳥ので、モズってでもそこまで大きな天敵じゃないので、シジュウカラ一羽じゃ無理でも。 仲間を呼び集めて追い払えば、その7時間住んでる森からモズを追い返すことができるんですね。でそのときの号令が、でかい集ままの2号分だとということが分かりましたで実際に聞かせてみるとどうなるのかという実験もしました。 して警戒この場合、そのスピーカーは仲間のシジュウカラなので、シジシウカラにとっては。なので、仲間が何か見つけて、警戒集まれって言ってるから、どこどこ、モズか何かいるのって言って、キョロキョロしながら集まってくるもしも本当にモズがいたら追い払うはずですよね。そこで、今度は鳴き声と一緒にモズの白声も見せてみました。 最,後は最終的にはジのウカかが集まってきてモズの白星を追い払いに来ますで。これ面白いことに語順があります。シジからカラ P、T、P、GG と組み合わせるときに絶対その語順にしかなきません。ここでパソコン上でひっくり返して GG、P <one> という不自然なひっくり返した語順で聞かせてみてモズの白星を見せる実験もしました。<music> 周りに四いるんですけど全つまり彼らには文法があるわけです。語順がちゃんとしていないと意味が伝わらないわけですね。でこういった研究から、やはりシジュウカラにはヘビ、えー、を示すジャジャーという声とか、ピーツジジジジ、単語を組み合わせる文法の力がある人間の言語能力との、えー、共通点があるということが分かってきました。えー、まあ、えー、以上が、えー、僕の発表になる。 とね、はい。鈴木先生、ありがとうございました。いやー、すごい発見ですね。四十からの鳴き声をずっと聞いてたら、実は、文法まであるっで、ね、はい。ありがとうございます。では、また、あの、お話はこの後展開していく。として、ではあ、この後ですね、いよいよ、あの、人間同士のコミュニケーションをずっと見てきた、あの、栗聖先生にですね、 思う存分あの、コミュニケーションの先端を語っていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、えー、入れ替えてる間にもしあの、鈴木先生にちょっと一個聞きたいことがあるんですけれども、あの四十からって、なんとかな、日本語とか英語みたいに違う地域で違う言葉は存在するんですか、はいえっと、今、研究してるんですけれども、かなり違います。 それこそ,その北海道、東京、長野、九州、京都、いろんな場所で録音してるんですけれども、結構方言があります。それなぜかというと、四十からって人間と似ていて、音をコピーして自分で発話するとか、父親、母親が喋ってる言葉を取り入れて自分で発話する能力を持ってるんですね。だからそういった方言が分るりまうん、うん、それはあの音ベースでこう伝達していく。音真似してそれで それを学んで、また次の世代が、周りの人にその言語を伝えていく。そうですあの。だから流行語とか、うんあの、ある年から一気に増えていった、流行語みたいなのとかもあったりしますなるほど。じゃあ、例えばあの北海道のシジからカの,あのさっきの,あの危ない集まれっていうのを、あの九州のシジからに聞かせたら、通じるんですかえ、多分通じない言葉もあるともう。通じる言葉もある。はい いいいいいろろ聞かせてたただきたいと思います、はい、では、国末先生、準備整ったようですので、ぜひよろしくお願いいたしますはい、あのー、細胞も主従からもコミュニケーション頑張ってるのに,に、人間は全然頑張ってないというお話を、今日これからしなければならず、あのこの場を頂い,いて、非常に気が重くなっていますえー、国末と申しますあの。去年の2ヶ月前まで新聞記者やってまして、えー、去年の末まで、えー、36年間、記者をやってました。であのー 後半の20年ぐらいは国際報道に携わって、えーまあ、紛争の現場も何度か行きましたので、まあ、その時の経験も含めて今日はお話できたらと思います。で、紛争をめぐるコミュニケーションの対話化と複雑化というテーマでお話し,したいとい。で、あのー、まあ、紛争にかかわらずですけど、伝統的なコミュニケーション、人間のコミュニケーションというのは、えーまあ、A さんと B さんがいて喧嘩すると、そうするとまあコミュニケーションで、えーまあ、仲直りすると、収束すると。 これが基本ですね、えー、基本なんですけど、あのー、紛争においてはなかなかこういうふうにいかない面があります。あの2点、あのー、例を挙げてみたいと思います。1、えー、つは冷戦かどうかで、1989年にベルリンの壁が崩壊しまして、冷戦構造が終わりました。その前はですね割とこ,のこういう単純なものに近い形であったというふうに言えます。あのー、アメリカのの資本主義とソ連の 社会主義が対立して、まあ、どっちかに入るとで国内も右と左が対立して左右の議論をやってれば当然ながらあの両側にも多様性あるんですけど、まあ、それはもう無視していいやとあ,のあえて見ないことにしようというふうなことで、えー、対立していたところがまあ冷戦終わってから、えー、米,局米国一極集中からだんだんあのゼロ極多極化になってきてちょっとあのあ、えー、なんかイラストが。あの る能力ババラバラなんです何で言いたいかというと、要するにバラバラであると、現在は。で、いろんな関係ができて、えー、収集がつかなくなっているというのが一つの、えー、現代の難しさです。それからもう一つ、あのー、国際社会のコミュニケーションの問題点として、えー、もう基本的に個人同士ではなくて、集団同士であるという点があります。でえーまあ集団あ えー、集団同士だと変数が多すぎるわけですね、1対1に比べて。で,、えー、ですので、コミュニケーションが複雑化、非対称化すると。で、えー、その変数の例としては、まあ、国家以外の要因が解体してくると、国家と国家が対立する場合にです、ね、例えば NGO とか、あるいは国家の中の野党とかです、ね、それから反政府勢力。 あのそれかあ、まあ、いろんなそういったの国家で統一できないものが解体してくるので、一対一になりにくいと、もう一つは国家アイデンティティの多様化があります、えーと、例えばイスラエルでいうとです、ね、イスラエルはユダヤ人のユダヤ国家ですけど、なのでまあイスラム教徒と対立すると、イスラム国家と対立すると一つの見方はできるわけですけど。 あのそうじゃなくてですね、あの一方で IT 先進国であったりもするわけですよねで。そうした面で見ると、他のイスラム国家と、まあ、攻撃したり、あるいは武器をそこにあの送ったりもしてるわけです。あのアゼルバイジャンという国にありますけど、あそこはあのイスラエルから武器を買ってるんですよねで。イスラム教の国ですけど、そういうふうな関係もできているというので、あのアイデンティティが多様化して、関係も難しくなってくると。 いうので三つぐらいちょっと例を挙げてみたいと思います。一つはあの現在、えー、厳しく戦闘をやってるイスラエルとハマスの問題です。で、昨日あ昨日もあの百人ぐらいなんかあの亡くなったりする感じがありましたけど、これはもともとですねあの1993年にオスロ合意というのがありました。あでノルウェーがだあの仲介して。 イスラエルとパレスチナのパレスチナ解放機構、PLO が和平交渉に合意したと、翌年からパレスチナ政府が発足したと、まあ、この時点でパレスチナとイスラエルがある種、対等な形で付き合う、でこ,れこれからうまくいくというふうに期待されたんですが、まあ、現在は2023年、去年にまだイスラエル・ハマ戦争というのが起きて、現在の惨状に至っているという状況です。で あのこのイスラエル・ハマス戦争の問題はです、ねあの、例えばあの、イスラエルは国家ですで。ハマスは国家ではありません。えー、パレスチナはヨルダン川の西岸とガザという2か所に、えー、領土が分かれてますけど、ハマスはそのガザのほの,あの統治を担当している一種の政党、まあ、イスラム組織ですね、で選挙であの政権を取ってますので、えー、政党的なものです。そして国家のイスラエルと釣り合わないわけですね。 そういう非対称性があって、なかなか交渉も難しいと。もともとは、あの、軍事力、経済力の格差がイスラエルとパレスチナにはあって、この格差があるというのはどういうことかというと、人間の値段が変わってくるわけですよ。あの、イスラエルが一人死んで、パレスチナが一人死んで、じゃあそれで和平というふうにならないわけですね。まあ、一体重とか。で、そういった、あの、人間の価値が変わってくる。非常にそうすると交渉も難しくなってくるわけです。 それから、集団アイデンティティの多様性、先ほど言いましたけど、あのーえー、イスラエルもパレスチナもあ、イスラエルはユダヤ人国家、パレスチナはあイスラム国家というふうに言えますけど、他にもいろんなアイデンティティを持っていて、まあ、どこのアイデンティティでぶつかっているのかあが非常に難しい、えー、あるいは経済面でぶつかっているかもしれないし、えー、いろんなあの衝突の,その軸があって、それをぶつかるのが難しいというのが、現在のコミュニケーションの難しさになっています。 これが一つの例です。それから全く別の側面から見たあのコミュニケーションですが、ロシア・ウクライナ戦争、これも3年目に入りました続いております。で、えー、この戦争の特徴はですね、えー、通信手段が確保されている戦争なんですよねで。これはあのインターネットがまあ通じてると。でまあ、当たり前のように見えますけど、なかなかそうはいかなくてですね。 あのこの戦争は2022年2月24日に始まりましたけど、その1ヶ月前、えー、22年1月に、中央アジアのカザフスタンで騒乱が起きました。この時はインターネットが遮断されたんですよね。だからあの、まあ、何が起きたか全然分かんない。であのジャーナリストも入ってるんだけど、記事送れないというので、しばらくあのなあの途絶した環境になりました。こういうことはよく起こっていて、2003年にイラク戦争ってありますけど、私、あのイラク戦争行ったんですけど、 そのときはあ,のあそこ電話通じないんですね、全く。なので、衛星電話を担いでいって、えー、それで通信するというふうなことをやってました。えー、というふうなことで、今回は通信手段確保されたと、でその結果、どうなったかというと、まあ、SNS が非常に発達しているとだからあの、ウクライナ人はみんなスマホ持ってます、からあと CCTV、あの監視カメラも最近、あの急速に発達していると、そういったことで、 現場の映像が直接拡散するというような現象が起きました。で、えー、SNS はですね、ウクライナではテレグラムというものが発達してましてで、これにウクライナ語で載せると、自動翻訳の機能がついてて、英語になっちゃうんですね。そうしたらそこでツイッターとかフェイスブックとかに転送されて、バーっと広がると、でその遺体の映像も出ますし、子供が泣いてるとか、そういうものがわーっと出てくるわけですよ。 でそれどうなるかというと、戦争ナラティブが多様化して、これまであの国家が、えーえー、統制していた、あるいはその大手のメディアに限られていたナラティブがあの違うものがどんどん出てくると。で、結果どうなるかというと、その各国の世論の感情に訴えるわけですよね。で、かわいそうじゃないかと、ウクライナは。そうなると、あのウクライナ支援の,その政府のあのを支えるというふうな形になるわけです。 で、えー、そのスマホの例で言いますと、一つは NHK スペシャルで私先週の日曜日だったかな見たんですけど、今度はこの週末も多分再放送あると思います。天井のジーナという番組がありまして、これはあのかなり画期的な番組でですね、非常にいい番,あの番組です。多分何か賞を取ると思いますけど、これはどうやってるかというと、シ士の,のスマホの映像を入手してるんですよ。 なので、あの最前線の本当の最前線の映像があ入っていてで、通常あの bbc とか cnn とか海外のメディアで最前線行くことあるんですけど、あれはあの莫大なあの手当をもらってですね。しかもあの軍事会社の支援を受けたりして、あの相当準備必要なんで日本のサラリーマン記者には無理です。で、それをこの nhk はその元々ウクライナのテレビのカメラマンが兵士となって前線に行った。それの映像を。 もう迫真です。もう80メートル先にロシア軍がいて、それを撃ったりです、ね、それから同僚が地雷を踏んで足を吹き飛ばたりるとか、そういった瞬間が出てくる、ものすごい、えー、番組です、まああの。見てみてください。そういうのが可能になってくるもう一つの例、今度はあの CCTV、監視カメラ、防犯カメラの例です、えー。キーウでアルファビートホテルというホテル、中堅ホテルがありまして、これがあの一昨年の12月31日に、 ロシア軍の,の巡航ミサイルで被弾しました。で、実は私、この中にいましてですね、あの、天井が落ちてきて閉じ込められて、あの、怪我しなかったんですけど、ホテルのスタッフに救出されました。で、私、あの、当時の同僚のカメラマンは外にいて、あの、破片を受けて大怪我したんですけど、あの、まあ、こういうふうなことが起きて。で、えー、その時のですね、映像が実は残ってるんですよね。で、ちょっと、これがうまくいくかな。 あの、えー、ミサイル落ちる瞬間が映りますので、嫌な方はちょっと目つぶっていただけたらと思うんですけど、あのー、もう今、そこたら中に監視カメラってあるんですよ、世界中で。なので、ミサイルとかドローンとか落ちた瞬間というのは、かなりの確率でですね写されてるんですよねで、えー。だから、あの殺人事件なんかもよく写されます。 そういう時代になってきて、その映像がどんどんどん出てくるという時代になってきてるわけです。ちょっとこれが。そういうのが一つの、二つ目の、おおまあ、最近のトレンドですね、コミュニケーションを上げる。で、もう一つのトレンド、例を一つ挙げてみたいと思います。国際法と国際法廷です。国際法というのは、まあ、あの国際社会を、 する法律で、えー、国家と国家の間の法律ですね。本来はそれが最近、あの国家のそこに人が介在するようになってきているという例です。で、その一例というのがこれご存知の方、あのご記憶の方もいらっしゃると思いますが、去年の3月にあのプーチン大統領とリボアベロワという子どもの権利、全権代表ロシアのですね。それがあの国際刑事裁判所から訴追されるというニュースがありました。 でこの場合、国際法に基づいているわけですけど、これは個人を対象にしてるんですね、プーチンという個人を対象にすると、そういうケースが出てきて、国際社会で出てきてると、でそれは,あのは国際法廷がしっかり機能するようになってきたんですけど、からなんですが、あのこの国際刑事裁判所2003年に発足しました、ローマ規定という国際法に基づいて作られています。これはあのかなり変わった法律でですね えー、国際競馬場は個人を裁くと、だからロシアを裁くわけじゃないんですよ。だから国際法だと、ロシアが対象になるわけになるんですけど、その中でもプーチンを裁くとでそういう、それで何が起きるかというと、ロシアで政権変わるとです、ね、今度はあのプーチンをあの知らすとかいうようなことが可能性が出てくるわけですよね。まあ、そういう時代になっていると、えー、国際法に個人が介在してくる、それからあの訴追権限を検察官が持つ、 これは国内だと当たり前なんですけど、あのー、検察官が自分で、えー、訴追できるわけですよ、あの国際刑事裁判所は。どこにも言われなくてもあ、ま。あの、これアンプリに言われてやるケースとかあるんですけどね。で、そうなると、あのー、その ICC 国際刑事裁判所の検察局の一サラリーマンである検察官が、プーチンという国家元首を訴追すると、そういうふうなことが起きてきます。 もう1つあの、この裁判所は被害者遺族が裁判に参加できる制度を持っています。通常は裁判官、検察側、弁護側が3社でやります。そこにあの4社目の、えー、被害者というのが入るんですね。で被害者がそこで、えー、陳述もできる、まあ、弁護士がやるわけですけど、まあ、そういった制度を持っていて、これも個人がどんどんそういった国際社会の中に入っていくことができる、つまりあの国家間のコミュニケーションであった国際法の世界の原則が崩れてくるということで、まとめなんですが。 国家以外の要因が国際社会に開在するようになっていると、そのコミュニケーションの中に入っていっていると、そうなると対立が複雑化して何、何と何が対立しているのかよく分からなくなってくると、なので、えー、コミュニケーションを求める場合は、何と何を結びつけるのかよく考えてやる必要があるというような結論で、えー、説教こういう本を去年作りましたので、この中にも少し書いてありますが、おろししあ,あればよろしくお願いします。 はい、い、えー、国瀬先生、大変ありがとうございました。うわもう非常に複雑な話にこう巻き込まれてしまいましたけれども、えー、さて、えー、ここからですね、えー、クロストークをいろいろ展開していければと思っておりますが、あのまあ、先ほどの,あの国末先生の話聞いてますと、ですね、あれやはりまあ人間のコミュニケーション、あるいは国家間のコミュニケーション、あるいはもう国家と個人の間、いろんなレベルの、まあ、とにかく人間が、その、 なんていうかね、生き物として関与しているコミュニケーションというのは、まあ、こうも複雑で、それで、こうもなんかうまくいかないものなのかっていうのが、まあ、あの、一旦が伺えるわけなんですけれども、その、複雑性とか多様性っていうのは、やっぱり非常に、この、まあ、当然とは当然ですけど、そのコミュニケーションの難しさの根本原因になるのかなと思いました。でそういう観点でいきますちょっと、星野先生に戻るんですけど、その、エクソソームが司る、その、細胞間のコミュニケーションっていうのは、 その、まあ、癌の定位もしっかり、その、まあ、出産の時期もしっかりですね、かなり今日のお話ですと、こう、なんていうの、目的に対して、あるこのエクソソームが、得意のエクソソーム、あるいはその中の伝達物質が、特異的に働いてるっていうことで、非常にこう、一対値関係が、あの、しっかりしてるというか、あるいはその、まあ、今回のクロストークは掛け算のクロストークですけど、あの、情報科学におけるクロストークっていうのは、あの雑音っていう意味にもなるので、 というあの例えば、がんの転移しようと思って、こういう物質、エクソソームを出してたんだけど、別の細胞が受け取っちゃって、なんか全然予期せぬ働きがそこで生じたとか、思いもよらぬ効果みたいなのが、場合によってはあるのかどうかっていうのがちょっと聞きたいなと思ったんですけど、いかがですか。はい、ありがとうございます。あると思います、答えとしては。で、えー、と例えばですけどもあの、エクソソームはもう非常に多様なんですよね、1個の細胞が出して、エクソソーム自体のがスコブっていうそのエクソソームが 取り込まれる臓器の中の細胞って決まってるんですよ。で、例えば先ほど私、細胞のエクソソン、脳に行きますって申し上げましけども、脳の神経細胞にばっかりなぜかという。で、これとは別違う疾患です。あの,あの患者さんのエクソソンを同じようにしてマウスにこうい同じく脳に行くんですけど、全然違うミクルブリアの細胞でさらに脳に脳ある。細胞のエクソソン 同じくのだけども血管内細胞に取り込まれるそのスペシフィシティがあるで、でも所長がおっしゃるように、たまに間違えてなのか間違えてないのか分からないですけども、別の細胞にもまれに取り込まれて,てそれをあのビトロってこのマウスの中だとか同期で難しいんですけども、細胞といいエクソソームっていうのを一位置関係で綺麗に見るそのビトロのケーンがあるんソすけども、そのビトロのケ どこだっていうのが分かっていて、その細胞に取り込ませると、どんな遺伝子発現変化がバッと起こるよ。でも、違う細胞にも取り込ませてみようるとるものによっては、何もなかったかのように、エクソソンも取り込んだのに何もなかったように細胞が振る舞うとかありますし、全然違う影響を与えていることもあって、で一番大事なのが、私がお見せしているデータっていうのが、1個のタイムポイントなんですね。であの妊娠のときも、疾の時とかも、常にエクソソン出てます。 え時系列ごとに変,に変わってくる、でそれがゆえにアウトプットも変わってくるということも出しなるほど、なるほど。まあ、だから基本的にはその得意性が非常に高いのだけれども、まあ、ひょっとするとまだ我々に分かっていない、そういう副次作用なのか、あるいはあの多体的な相互作用なのかみたいなのが、これから見えてくるやもしれぬと。はいあの まだまだこう、細胞間のコミュニケーションっていうのは、そういう一対一で、こう、もう間違いなく、はい、どうぞってこう、伝わるようなものだけではなくて、これから見出していったら、もっともっといろんなものが見えてる複雑系なのかもしれない、ということなんですね。<laughs> はい、ありがとうございます。あの、ちょっと同じことを鈴木先生にも聞いてみたいなと思ったんですけども、今日の鈴木先生のあの、重からの言語学の例もですね、まあ、あの、もちろんまだ黎明期だと思うので、えー、この、ある、 まあ、ある意味分かりやすいったと怒られちゃうかもしれませんけど、見出しやすい、その、典型的な、その、言語の体系、文法などが見えかけているっていうところだと思いますけれども、例えば先ほどの国先生の話にあるように、人間同士っても誤解の塊じゃないですか。だから、いや、私こういったつもりだったんだけど、なんであなたこういうふうに取ってくんないのなんていうのも、日常茶飯事ですよね。僕だけかな <laughs>。と思いながら。で、そう中で、四十肩の、おいおいとなんか蛇が来たからやばいぞって言ってるつもりなんだけど、 だから全然違う意味で取っちゃうシジュがいたりとか、そういうことってあるんですかね。あると思います。この言語化するっていうのは、要するに、この音声とか文字とか、それで意味を伝えるってことで、便利なように見えるんですけども、それってかなり曖昧なものなんですよね。言葉もそう、人間の言葉もそうで、えっと、例えば、あの、言葉だけを信じちゃうと、その人が本当に嘘ついてるかもしれないけど、騙されてしまいますよね。だから実は言葉って曖昧なものを、 ということは、言葉をこう、組み合わせていくと、どんどんその曖昧性も増えていくんです、例えば、醜いアヒルの子と、醜いアヒルが産んだ子供なのか、見にあのアヒルの子供が見にくいって見たのか分からなくなってしまう。それはもう、絵本の、子とか見て、あどっちが見にくいのかな。<laughs> あアヒルの子が見にくいんだっていうふうに理解するわけですよね。そういった曖昧なものが生まれてしまうっていうのは、本当に始終からに分かります。 それを逆手にとって、例えば嘘ついて、仲間の指示からだましたりで、そういった世界も実は見えてきていて、そういうところも結構、人間の社会と共通点があるんじゃないかなれさっきの最後の話、あの嘘ついてだますっていうのも見いだされてるんですか、はい、そ,れそれこそ,のその、なんだろう、例えば大,大きな鳥が餌場を独占してるとき、体の小さな鳥ってどうしても力じゃかなわないんでね。うん、その時に、パカ,カが来た時のにパだっていう言葉を使って、だますんですよ。 するとみんな餌場から逃げる大きい鳥で。そこを横取りするってことを小さな鳥はやります。おお、なんか、あれ人間との共通項見えてきましたね。そうなんですよ。言葉を持ってること、便利なんだけれども、曖昧性があって、だから騙したりっていう、そういった展開もあかったりするかな。なるほど。はい、ありがとうございます。あの、ちょっともう一つですね、国生先生の複雑な問題に行く前にあの聞きたいことがあるんですけれどもあの、私ちょっと別のところで聞いた話で、人間が、<laughs> 言語をあの獲得したというか、まあ、発展させたことによってそのごく限られた今からすごく近い時間範囲だけじゃなくて未来のことが語れるようになったっていうのをあのうん、ね、でこれはあのどうやらあの人間の言語学の分野では確かにそういう議論がなされているようなんですけれどもあの例えば星野先生のコミュニケーションのように。あのまあ 今回の星野先生とのコミュニケーション、ある意味化学物質の,あの相互作用にベースとした、まあ、ある意味物理化学現象が、あの、その、細胞間のシステムの連携、システムの動きを利しているので、基本的にはさっきちょっと時間の話ありましたけれども、その例えばある化学物質が溜まったら、はいあの、そろそろ産みましょうみたいな感じで、非常に何て言うんでしょうその、すごく時間が離れたところまでの そのコミュニケーションっていうのはなかなか、そのエクソソームをはじめとした、まあ匂いなどもそうかもしれませんが、化学物質ベースですと難しいのかなと。でそれが、あの、言語ができるということによって、えー、先ほど申し上げたように、その時間を飛び越えられる、あるいは、その、まあちょっとこの後の話に持っていきたいなと思っているんですけども、その物質ベースですと、やはりどうしてもその近い範囲の、あの、物質が伝達できる範囲でのコミュニケーションということになると思うんですけど、 それが言語化され、れですからそれはもっと遠くまで飛ぶ音であるとか、あるいはもちろん人間であれば、今のソーシャルメディアであるとかもそうですけれども、その、えー、空間を超えるためにも、あの時間を超えるためにも、その言語っていうものが非常にこの時空を超えたコミュニケーションをするために本質的な役割をしているのかなというふうにあの思っているんです。でそうした意味で、始終からも、そういう意味では言語を手に入れたということは、ま,あ、まだこれからなのかもしれませんけど、 そういう未来のことも語れるようになっているんですかねめちゃめちゃ鋭いあのあのご意見なんですけど、今のところ分かってないんですよね、それは。その未来まで、えまあ、言語学でいうと超越性っていうんですけれども、要するに目の前にないもの、もしくは過去のこと、未来のことについて、妄想したことについて喋れるのかどうか分かってないで,でも、一番それに近い研究は、実はノーベル賞を取った研究がありまして、えっと、それはミツバチのダンス。 ミツバチは、えっ、ー、と、まあ、働きバチがいいミツバお花畑を見つけると、服に戻ってダンスを踊るんですよ。でそこ実はダンスっていうか、視覚的なダンスっていうよりも、振動によって、えっ、ー、と、仲間の働きバチに、えっ、ー、と、その手からの距離と方向を示すってことをやるんですね。それは、あの、カルフォン・フリッシュっていう動物行動学者が、えー、ノベル賞を取った研究としてあって、でそれは、あの、 時間は無理だけど、空間的に超越することができるっていうのを、実は虫、全然違う神経系を持ってるような、あの、エスキテ動物もできるということがい、うん、はい、そういうのはあります。ますで、はい、ちょっと僕も、そちの先生にちょっといろいろ言ことがあるんですけど、どどえっと、すごく面白かったんですけども、えっと、めちゃめちゃ面白かったから、その、質問がすごくまず一つ、その、エクソソームの得意性っていうのは、あの、まあ、ない、あの、 ある程度の,そのばらつきがあるにしても、ある臓器のある細胞までの特異の性、どうやって決まっているのかっていうそのメカニズムってどうなんでしょう。そうございます。私たちも本当に知りたいところで、1つにはあの、タンパク質がか、いろんなこう内包されている情報が重要になってくるだろう。で、あとは、サイズが結構、いくンバラバラなんですね。うん、で、小さければ小さいほど。で、膜の電荷が中性に近い。 そので,で、えー、脳関門とか体温関門とかは、硬くて小さくて、核、ま、の、あ、中心に近いものが比較的通りやすいみたいなことが言われているので、じゃ小さいものが、なるべくそういうまあ生って言われているような、うん、あの臓器とやり取りをしているんだろうか、でそこには多分脂質の成分が必要になってくるし、タンパク質が必要になってくる。私たちはよくそのタンパク質が、まず特定の臓器とあのリガンドとレセプターの関係、鍵と鍵穴みたいなことはあの酵素とかで言われますけど、はい、そういう一対一の関係にある。 が仕事をしている、うん、でも、これだけじゃなくて、多段階に電気がかかる。なるほど。だから逆に言うと、ちょっとしたばらつきも出てしまうっていう。でも、一つあるんですけども、のまあ、コミュニケーションっていうと、その受信者の方の話だけじゃなくて、やっぱ発,発信者がどうやってのその発話をコントロールするのか。四、ま、十、あ、からの場合は、えっと、嘘そついたりできるから、おそらく頭の中でいろいろした上で、そ、うん、うのを喋ってるんだと思うんです。でもうん エクソソームを発する側のソースとなる、はい、あの発しての細胞って、どうやってそのエクソソーム、どの大きさで、どの硬さのものを出そうかって、どうやってコントロールしてるかって、それも分かってない。はい、で、なんか、ただ私も鈴木先生のお話を伺ってに、エクソソームって私はもう本当に体の中だけで完結しているものと考えてたんですけども、やっぱりなんかその、 共感したり、あとは、あの、主婦からが、なんか、危ないよって言ったら、みんなで危って力を合わせるっていう、そういう時に、体内の個体の中で動いてるエクソスが、この、空間を超えて仕事をしてる可能性ってあるなってすごく思って、うん、例えば、ストレスを感じたととか、相手に何か嫌なことを言われて、で体は元気。でも、心だけちょっとなんか、悲しい気持ちに折れています、うん、みたいな、そういうストレス環境下でのエクソスを持って、あの、時系列的には、 スストレスを感じたで、その後に採血するととちょっと違うんよ、ね、でそれが、血中内のエクソソームが違うってことは、由来臓器が必ずあって、うん、どこの臓器がなんか嫌だなって思って、そのエクソソームを出してるかわかんないんですけども、それを出すことで、例えば相手への気持ちに交換するとか、うん、そういう行動の次の行動に移すときに、ホメオスタシスだけじゃなくて、うん、相手とうまくやるためにも、なんか動いてる可能性ってあるかもなって思います。うん それあったらめちゃめちゃすごいですよね。あの、シジュカの場合も実はそのお話できなかったんですけども、まあ時間制限のせいで、あかために、すいません。せいじゃない、僕は悪いんですけど、あの、シジュカの声って実は周りに住んでいる他の種類の鳥とか、もしくはリスなんかに実はあの情報を取って利用されて、例えばタカだっていうと、リスって全然ね、違う哺乳類なんですけども、もダッシュして木に逃げたり、同じようにタカに襲われるので、でそういう部分がひょっとしたら共感、まあそれも共感の一つだとすると、 のエクトソームが倍を超えてたらめちゃめちゃすごいなと思いますし、ひょっとしたら種,種の壁はさすがに難しいあの。でも私たち、人のエクソームを結構マウスに投与したりとかしてるんですよ。で、そのときには、タンパク質が関わってたりとかする場合には、ホモロジーがどれだけかっていうのにもう完全に依存してしまうんですけども、ある程度、やっぱ影響を与えうる。 ものが、まあ、種として保存されているような内包部であれば、はい、全然あの影響を与えうり、それが例えばメッセンジャー RNA とかと,とか、あうん、面白い。はい、ありがとうございます。あのかなり、生化学とかあの生き物の仕組みにこう本質に迫るようなところの話が展開されてきましたけど、ちょっとこ,こでガラッと視点変えてみたいんですけど、あの今のようにです、ね、非常にこうなんですかね。 えー、コミュニケーションの本当の本当の基礎の要素のところにあの還元していった議論がある一方で、先ほどの国政先生のですねあの、もう人間ってどうしてこんなに話が通じないんだろうとかですね、もうコミュニケーションが複雑になりすぎて、えー、もう対立効がどこだかも分からなくなって、で、えーまあ、あるアクションをしたときに、それがどういうインパクトを及ぼすかということもどんどん読みにくくなっている。まあそれはですから まあ、先ほどあの、いろんなキーワードが出たと思うんですけども、その非対称であるとか、非対称性であるとか、あの、まあ、ナラティブの多様性であるとかですね。まあ、そういう、あの、複雑系にどん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 いけばいくほど、やはりあの、コミュニケーションっていうのが、まあ、一筋縄ではいかなくなってくるっていうところがある。で、まあ、そういう中で、あの、先ほどの話もあったように、もう映像は今はもうすごい勢いで伝播しますし、あの、さっきの国瀬先生が危機一発だった、あの、 時のミサイルの直撃も,も映像としてすぐに世界に広まるっていう状況があり。ですから、言語はどん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 伝播していく。それから映像も伝播していく。ということだと思うんですけれども、そういうなんか、こう、先ほどの細胞間のやりとりであるとか、そういう非常にある意味の、こう、生理学現象に力学したような、こう、リアルなというか、物理的な、あえて言えば物理科学的な、 あの、現象をもう完全にこう、メタで超えたところの情報伝達っていうのが今ものすごく発達して、それがどん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 複雑化して、まあ、社会がどんどん、あの、コミュニケーションが多岐化してるとか、ミスコミュニケーションも起こりやすくなってるいうようなことだと思うんですけど、そういう中で、もう一回その、なんですかね、先ほどのエクソソームがどこまで伝わるかって話もあると思いますけど、そのリアルなコミュニケーション、まあ、ある意味でのリアルなコミュニケーションが、なんか、 そうしたあの人々のどうしてこんなにたくさんコミュニケーションができるのに調和がうまく取れないんだろうという疑問に対して実はリアル性がこうもう一度見直されるとそこにあの改めてその調和をもっともたらすような希望が出てくるのかどうかちょっとあの曖昧な質問で大変恐縮なんですけれどもぜひ国末先生のお考えを聞きたいなと思うんですがいかがでしょうか、はいあのーまあ。今の現状で でいうと、状況は混沌としていて、何がどういうふうに結びついて、コミュニケーションをやっていいのかよく分からないと。で、まあ、解決する方法はそのいわばその、細胞間、あるいはその市場から,市場からの間であの、人間が観察できるような、割とあ3人ずつたりしてが コミュニケーションしててんだとというところに持っていく必要がありますよ、ね、で、それがあのいろんな紛争の解決のもとになってくると思うんですけど、だから今、何と何が対立っていうのが非常に分かりにくいと、それをあの還元してその、えー、公式化して、えー、ある種ルール、モデルとしてやっていければあの、そこでコミュニケーションがあのもう一度生まれてくるということだと思うんですよね。でそれを達成するには じゃあ、いろんな要素の中で何が対立しているかというのをあの見極めると、でこれはあの宗教の場合もあるし、その経済の場合もあるし、あの個人的なものもあるし、の関係の筋を一つは見つけるで、ねで、もう一つはその間の,あのコミュニケーションをあの作るときに、あのまあ、感情も含めて、えー、やっていく必要があると思いますので、でそこが、えー、SNS だとかだと、その感情がかなり。 切られたあどこかであの切られた形で伝わっていくので、それへの周辺をまめ含めてあの、やっぱり対面でやっていく必要があるんじゃないかなと思います。で先ほど、空間とか時間という話がありましたけど、あのやはりあの人間のコミュニケーション、やっぱり空間、時間が非常に大切で、け、まあ、喧嘩した後に仲直りするというのがあるのと同じで、ですね SNS だと、喧嘩したところで止まっちゃう可能性が高いのでそ、そこじゃないコミュニケーションが必要なんかなと、漠然と思ってお はい、あ,のありがとうございます。あの非常にあの興味深いお話を伺いました。ですからあの、一つはやはり、あのもう非常に複雑化しているので、その複雑化したあの、えー、対立、何が対立しているのかもよく分からない対立状況でも、やっぱり対立しているっていうところをこう、何があコンフリクトの源なのかっていうのに、まあ、丁寧に解きほぐしていくっていうこととは、やはり、まあ、対面というのはやっぱ重要なんですかね、そういう中で。ですね。 あの、コミュニケーションってバーチャルな面が多いので、あの、冷戦時代、その2社でコミュニケーションあった人はこれバーチャルなんです、ね、実際は他にもいろんな対立があったんですけど、みんなそれで納得すると。あの、これとこれ、右と左が、あの、納得したら、あの、合意したら、まあ、あの、真ん中ぐらいどうでもいいんじゃないかというふうな、その、ナラティブができてたわけですよね。そういったものは結構重要で、あの、 まあ、みんなが納得できるようなストーリー作って持っていくというところは、やはり対面じゃないてと難しいんじゃないかなと思って、対面もいろんな形で重ねていくと、重ねていくという方向かと。なる、ね、はい、ありがとうございます。あのまあ、よくあの、ね、対面であの唾飛ばし合って激論するなんて話ありますけれども、あの私もね、えまあ今日もあのネットでご覧になってる方が非常に多いかなとは思うんですが、やはりあのこうやってですね、こう何かしらがこうなんかリアルに伝わってくるなっていう、こう 近い状況と、こうネットの向こうでなんか喋ってるのをこう拾うっていうのの違いをいつも実感してるところであって、このネットとして伝わらないものが何なのかなってのは最近すごい考えるんですよね。で、それがエクソソームだとはまだよくわかんないんだけれども、その何て言うんでしょうね、こう、対面でのコミュニケーションが、あの、そういう言語という、あの、メタな、あの、 デタ団あるいはもう一息踏み込んで、その音声と映像っていう、まあ、あの五感の中のある限られた伝達手段で、カバーしきれないものが、何の、カバーしきれない、何が対面の立地さを支えてるんだろうかっていうのは、僕、すごいいつも感じてるんですけど、なんか星野先生、なんかお考えありますかね。いやもう、本当に妄想になってしまいますけども、そしてエクソソームに限らない可能性がありますけども、やっぱその先ほどおっしゃったみたいに、まあ、あの、 感情が出てくれば出てくるほど、唾も飛びますよね。で、そこで、あの、相手の唾が、あの、エクソソームってコロナウイルスと同じ大きさなんですね。で、あの、コロナウイルス一番初めの頃に対面でお食事してる時に、唾とかを介して感染しますよっていうのを聞いてたと思うんですけど、それと同じように唾液にも大量にエクソソームいて、同じサイズだと思うと、まあ、行き来してもおかしくないのかな。でも、それが何するかは全然わかんないです。ただ、あの、食べ物を、 摂取してで、その中に、例えばいろんな物質があると思います。マイクロプラスチックとかもそうですし、エクソソームみたいな物質とかも、なんか、その口の中入れると、もう入れ全部分解されるんじゃないのとか、全部こう、便に出てたんじゃないのっていうふうに思いがちですけども、最近の研究結果だと、超脳相関っていうのがすごい言われていて、 腸からあ取りこ、まあ、口から取り込まれたものが腸でこう出ていて、それが脳に取り込まれるっていうような研究はすごいされているので、私たちがまあ想像をはるかに超えるようなやり取りで、エクソソームが、エクソソームじゃないかもしれないですけども、口をこう唾液とかこう手で触って口に入れたりとかするのを介して、腸に行って、それが自分の体の中を巡って、自分の体の中の脳に取り込まれて、何か刺激を。 とか,なんかそんなようなことをしたりするようなことがありえなくもないかもしれない <laughs> あの。ありがとうございます。やっぱりあの、まあ、非常に身近なのでもまあでも多分匂い以外にも我々がなんか直接は分かってないけれどもこう意識化の点で、えー、こう化学物質によるあの伝達の影響を受けているって可能性はゼロではないですね。 もう一個だけ足っていいですかで、特に、あの、鈴木先生のお話を聞いてたときに、私なんか、あ、犬って、私も犬飼ってたんですけど、犬ってすごい自分の飼い主の口ペロ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 するじゃないですか。あの時に多分すごい唾液も、本当にやめてって思うけども、私て入ってきてて、で、その、あの動物とのこう愛着とかっていうところにも、実は唾液を介した何か、エクソソームに限らずね、っていうのもあったりとかするのかなっていうのを、 あのお母さんがこう餌をあげたりとかする中とかにも、実は私たちが思っているより、信頼関係とか、愛着とかかかってたりとか、どうですか、鈴木先生、そういうあの、はい、今日は主に鳴き声の話にフォーカスされてましたけど、そう,はい、そういうリアルコミュニケーションといいますか、視聴者からとか動物同士でも、そういう何かしらこう物質が伝わるぐらいの近距離の親近なコミュニケーションと、うん そういう鳴き声を通してとかっていうコミュニケーションやっぱり違いと言いますか、そういうのあるんですかね。そうですね。多くの動物が実は近距離コミュニケーションのエクストルムか分からないですけども、交換しーるぐらいの近距離でのあの例えば喧嘩したとグルーミングをするとそうだし、あのまあ、そういう動物さんいるんですよねで。人間も絶対にそうだったと思うんですよ。人間の進化って今はあの700万年の歴史があるって言われてますけども、700万年の間で僕たちが 音声言語を進化させたのって、実はここ最近7万年なんですよ。で、99%音声言語なしで生きてきた。で、うん、じゃあ文字はどうかって言ったら、3500とか5000年前。じゃあ、あのインターネットでこうやってその、SNS ってもう最近ですよね。進化的に変ある。でも、その700万年の99%の僕たちの共感は、じゃあどうやって社会を築いてきたかって言ったら、対面での共感なんですよね。 その中にどういうメカニズムがね、分子メカニズムがあるかまだ全然分かってないですけれどもあの、間違いないのは言葉を持ってなかった時代が99%だと。だけど現代僕たちは言葉にまとがされちゃって、あのどちらかと言葉に踊らされすぎてるっていうか、支配されてしまってる自分たちが作って、便利だと思ってる言葉に支配されてしまって、もちろん妄想する力強い。だから今、目の前にないこと、過去、未来についても喋れるし、空想のことだってね、作り話だと普通に喋れますよね。 でそういった中でいろんな宗教とかいろんなもの,の、派閥が生まれてきて、えー、っと結局のところ、対面のコミュニケーションを欠いたあの紛争が起きて、どう解決するんだでだから僕もあの国先生のおっしゃってたあのめちゃめちゃ共感していて、要するに人間みたいに環境を破壊して、あの種族を潰すぐらいの,あの殺しをする動物って人間ぐらいであって、さらに自殺する動物なんて人間ぐらいであって、それってやっぱり社会的なストレスだとか、 妄想による言葉によるなんか弊害だと思うんですよね。だからその今後はやっぱりもうちょっと仲良くエクソソームの交換を <laughs> していったらあの平和な世界が生まれるんじゃないかって僕は今考えてました。なるほど思わぬところでエクソソームコミュニケーションの重要性が示唆されましたが、まあ、ここは非常に大きな先端的な研究課題ですね。 あのところで、国瀬先生、の今日の,あの少し紛争寄りの話にはなっていますけども、う少しあの広く先生の,あのジャーナリストとしての、特にあのヨーロッパあの総局長も務められたと思いますけれども、やはりいろんな情報を取る上でもちろんだと思うんですけど、そういう字面だけであるとか、あるいは、なんていうんでしょうね、かなりこうした言語だけのコミュニケーション、あるいはあ文字だけのコミュニケーションっていうところの限界っていうのは嫌ってほどあの先生、お感じになってるんじゃないかと思いますけど、そういう。 ジャーナリスト生活の中で、やはりその今のようなこうリアルコミュニケーションとか、対面コミュニケーションがあったからこそ、やっぱりこういうことができたんだっていうのは、経験を申す前に、その先ほど唾液の話が出ましたけど、唾液の交換でいうと、まずつです、ね、ステップンで、これ、あのー、画面を通じて、ステップするのとそのリ、リアルにするのと全然違いますよね。 まあそこの違いだと思うんですね、ある,ある意味で、リアルとあのオンラインの違いというのは。なので、えーまあ、それはあの周りの空間が見えているとか、そのど,どういう環境の中に2人がいるとかね、そういうような面が大きいと思いますし、でこれ、人間のめんどくさいところ、キスした後にまたあの殴り合いやったりとかですね、いろいろあのそのなかなかあの難しい関係があるというのもお、それはオンラインではなかなかちょっと。 違うんじゃなないかなというふうに思います。で、かといってその、ある意味、記号で、言語で伝えるところに限界があるというと、このジャーナリストとしての仕事の自己否定にもなりますので、なか難しいんですけどあの、というふうに思っています。で、ジャーナリスト生活の中で、まあ、半分答えも言われてるかと思うんですけども、そういうリアルコミュニケーションが。 助けてくれてこんなことが分かったとか、こういう情報が得られたとか、あのそういうご経験なんかあったら、なんか、いただけるとと思ってます,がす、ね、と思いつかないんですけど、あのえー、と実際行ってみるというのは、かなりや,やはりジャーナリストならではの、あのーまあ、それが仕事でして、行ってみると、その議論とは違うものが何らかしら出てくるわけですよね。でそこのために、ああ現地に行くというのが、まあ、私たちの仕事、まあ、私も今。 こちらのアカデミーズのほうにざし突っ込んでますけどあの、そういう仕事を続けてきたわけで、えー、それはあのー、まあ、これからもやはり、必要なんじゃないかなと思いますはい、ありがとうございます。で、あの、どちらかというと、今までの,あの流れでこう、対面コミュニケーションの重要性、あるいは、まあ、あのエクソソームかどうか分かりませんけど、いろんな化学物質が伝わるぐらいの心筋コミュニケーションっていうのが、やはりあの根本にその、なんですかね、えー、この、 物同士の、物というか、まあ、人間も含めた物同士が、あの地球上の物体同士の調和をとるためには、やはりそういうリアルコミュニケーション、心筋コミュニケーションというのが、化学物質のエクスチェンジができる、交換ができるぐらいのコミュニケーションが重要なんだろうという話が出てきましたが、さはさりとて、我々、例えば地球上に生きているあの人間たち、植物たち、動物たちっていうのは、その必ずしもそうすぐ近くのこの物たちだけでの調和では、あの うまく生きていけないわけで、え特に今ほどあの地球上のすべての物体があの調和して、えー、この持続可能なあこの地球を作っていきましょうっていうのは、今ほど重要視されてる時代はないわけですよね。ですので、まあ、そういった意味で、そのリアルな親近コミュニケーションは確かに重要なんだけど、やはりここは言語の役割なのかなとも思うんですが、そういう先ほどもちょっと言いかけた時間と空間を大幅に超えた、あこの 遠距離のコミュニケーションっていうのも同時に成立していないと、調和は出てこないと思うんですよね。そういった意味で、この、なんていうでしょう、スーパー、すごくローカルなコミュニケーションと、ものすごくグローバルなコミュニケーションってやっぱ両方あって、多分グローバルの方が難しいんだけれども、でもグローバルなコミュニケーションをうまくやるってことを怠ると、まあ今もそうなのかもしれませんけれども、非常にいろんな難しいことが出てくるという状況なのかな。まあ、ちょっとあの、半分乾燥じみたこと言ってしまったんですけども、 それぞれの立場でなんかこう、そういった意味でこう、ローカルとグローバルのバランスといいますか、まあ、それぞれの役割があると思うんですけれども、何かその辺で思うことがあったら、ずっと一言いただけるとありがたいなと思うんですが、もうこれはあの時間も迫ってきましたの、ね、で、もしあればということですけど、いかがでしょうかね、栗輔先生、どうですかあのそのセミナーに合うかどうか分かりませんけど、あのローカルというと、やはり同じ言語のコミュニケーションが通常ですよね。で でグローバルというと、あの通訳通とか、これまで翻訳とかでつな、えー、がっていたのが、のまあ、AI が出てきてあの、そういった面があ非常に薄れてきているとで、実は昨日ですねウクライナのキーウ言語大学というあの国立大学であの、日本語の通訳の養成コースでて、そこでちょっと話をしたんですね、オンラインで。でそうしたらあの、結構皆さん、将来を心配していて、これから通訳って職業なくなるんじゃないかというふうな心配をしてたんですよ。 でそれはある意味でグローバルで非常によろしいことなんかもしれませんけど、でえー、私は、まあ多分なくならないだろうとで、内容は変わってくるんだろうけど、おそらくその自動翻訳では伝わらない部分があって、それはこれまでも通訳が担ってきて、だからその部分を中心になるようになるんじゃないかなというふうな話を漠然としてです、ねえーまあ、あのお茶に干したんですけど。 まあ、そういった形で、どんどん、あのー、コミュニケーションのグローバルとローカルの間も、お、変わってきてますので。えー、そこは、あの、これから、あのー、どういうふうになっていくか、と、まあ、予想していく必要があるかと。はい、ありがとうございます。また、ごしゃどいで、え、私も同じことを考えたことあるんですけど。<生>通訳は、もう、多分、いらなくなるかもしれないんだけど、ニュアンスを伝えるとかって意味で、やはり、その。文化の壁を越えたコミュニケーションを、するためには、単なる逐次訳だけではない、あの、もっと、メタなものがいりますよね。 その辺がやはり人間のコミュニケーションの中でやはり非常に重要なポイントなのかなというふうに思ったりしています。はい。でそろそろ時間もあの、迫ってきましたけれども、どうでしょう今日ご参加の方々、あの、えーまあ、そこそこの多くと言いたいことですが、あの、会場にはあまりいらっしゃいませんけど、いや。ネットの方はちょっと申し訳ありません。なかなかあの、質問を受けられないんですが、あ、じゃどうぞどうぞ会場からお願いします。 えっと、面白い話、ありがとうございました。えっ、ー、と、その、情報に関して、その、情報の供給方みたいなのが結構現代問題になってるのかなと思うんですけど、だから、いろんな情報に溢れすぎていて、一体それをどうやって主捨選択したらいいかわからないっていうところで、先ほど、あの、杉木先生から、あの、人間の言語は7万年前くらいに生まれて、まあ、最近できたもので、まあ、その結果として、えー、とそういう情報を発信する機構っていうのが、 なんかもう、あの、の発信する機構の進化に人間の進化が追いついてないみたいなお話あったと思うんですけど、多分言語って、えー、情報を発信すると同時に、それを主者選択する道具も兼ねていると思っていて、なんかそ,そういうところで、うまいこと,、えー、と、どういう情報が妥当なのか、何かその整合性が取れているのかというのを考える上で、まあ、研究であったり、学問であったりっていうものが作られてきたと思うんですね。でそういうい こと考えたときに、えっ、ー、と鳥ってそういう情報の主査選択みたいなことに、えっ、ー、とまあなんですね、音声を使うかどうかわかんないですけど、なんか情報供給方にしてやったときに、それをうまく主査選択するみたいなことってなんかできそうですかね。もしそういうところに動物言語学が発展していけるんであれば、なんか面白そうだなと思うけど。ありがとうございます。えっと鳥の場合、えっと面白い研究が一つあって、えっと赤尾カ,カケスっていうカケスがいるんです。 けれどもあのカラスの仲間なんですけれども、アカオカすのはシジュウカラみたいに嘘つくんですよね。嘘ついて、えっと、仲間を騙して餌を取るってことをやるんですけれども、嘘ついてる、あいつが嘘ついてるなって言って、そのうが伝わる相手じゃ伝わらない相手がいるんですよ。例えば、家族だったら、あ嘘ついてるから別に今のは嘘だからあの、信じなくていいって実は分かったけれどもあ、見ず知らずの赤をかけす、別の群れの赤をかけすとかやったら騙されてしまうみたいなのがあったりする。 だから、その情報の取捨選択をするときに、実は、信頼、その情報のソースが、あの誰がしゃべってるかっていうことで、信頼度っていうのは大きく変わるものなんですよね。やっぱその点でも、えっと、人間と鳥には共通点があるかなと思います。やっぱり一番面白いなって思ったのは、さっきの話にも、グローバル・ローカルの話にもつながってくるんですけども、渡り鳥で要するにいろんな場所の地域の鳥のコミュニティを渡りながら、そこでいろんな鳥語を学んでるわけですよね。 じゃあ、どれをあの信じればいいのかっていうのは、それはもう、そこでいろんな適用とか、その学習の機構がないとうまく生きていけないわけですよね。新ただ単に温度が寒いから南に、冬は押すだけじゃなくて、ここでじゃあどうやって点滴回避するかといった時に、いろんな鳥の言葉を両方した選択しなきゃいけないわけだし。だから、これから渡り鳥からの学ぶことって人類はたくさんあるんじゃないかと思ってます。ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。非常に興味深いです。他にご質問、会場からありますかぜひ、せっかくの機会ですから何かあれば受け止まわりますけれども。どもい,いですか、はい、あの、さっきの情報の示唆選択って私も非常に重要だなと思ったんですけど、ここはやはりあの、国末先生ですね、この非常に複雑化したこの世の中の中でですね、多分これからも情報ってもうど,んどんどんどん増大していくと思うんですよね。今までだったら、 あの、それこそ出版手段でも持っていない限り情報が伝達できなかった、そういう意味じゃ、あの、まあで、情報を出す側と受ける側の一方通行関係っていうのはかなりいい、この明確になってた、限定的だったんだけれども、それがもう今や誰でも情報発信できるし、これからも下手したらもう指来たすですから、いろんなところからもうあの、意味があるかわないか分かんないような物理情報まで全部飛びまくってるようになってくる中で、一体我々はどうやってですね、この必要なものをこう、まあ、必要なもの 言い抜きるのかもしれないけど、そのその時きで、われわれの行動に対して大きなあのインパクトを持つ情報を選び出して、それをこうなんていうんでしょう、ある意味こう、惑わされずに、われわれの行動をうまくこうオーガナイズしていくのかっていう、ぜひあのジャーナリストの経験豊富なクリス先生に伺いたいなと思いましていやあの大変難しいんですけど、今現在、フェイクニュースもプロパガンダも同じ形で飛んでくるわけですよね。 でこれまではもうそういったものはあの、かなりメディアの、仲介するメディアで止まっていたんですけど、それがあの直結するというので、えー、今度、その情報を選ぶうリテラシーが必要になって、そこをおそらくあの既,既存のおメディアが、そういうところに入っていって、しっかりあの選ぶということをやる必要が出てきて、ただし、その、 そのモデルがまだできていないんですよねで、ここ、まあ、10年、20年で急速に状況変わってるもんですから、でメディアもそ,のそれで、そういったもので、えー、食っていけるかどうかという、そのビジネスモデルもできてないし、だから、右往左往をしている状態だと思います。なので、まあ、しばらくちょっとこの状態続くと思うんですけど、まあ、そのうち、えー、しかるべき淘汰がされるんじゃないかなと期待はしています。はい、ありがとうございますあの今の問題はあの A 成績 A、AI、にも多分見た あの議論がなされるかなと思いまして、まあ、とにかくいろんな文章が出てきますので、それをいかにして、取査選択していくかですね、はい。ありがとうございます。ということで、あのちょうど時間になりましたけども、非常にです、ね、何が起こるか、わけが分からないあの、この中であの大変興味深いコミュニケーションがで,す、ね、できたかと思いますし、またあの出てきたポイントといたしまして、一つはその、まあ、基本的に特に今の人間を取り巻く状況としては、情報はあの爆発する一方で、複雑さは増す一方だけれども、 まあ、それだけ最後の話でありましたように、いかにこう、エッセンシャルなものを取り出していくのか。で、そういう中では、あの、どん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 その情報がアノニマス化され、ええー、まあ、量も爆発しているという中で、やはり、その、ある意味の,その個体の認識といいますか、その、一つの対面のコミュニケーションの重要さもそうですし、またその情報の発信主体がどういうものであるのかということを改めてこう、ええー、解きほぐしていくというか、アイデンティファイしていくっていうことがないと、 おそらく我々はその情報の海の中に埋もれてしまって、コミュニケーションの成立がいよいよ危機的になってしまうと、ですから、改めてその一つは対面の価値、あるいはそこには、おそらく言葉になっていないさまざまな要素でのコミュニケーションというのがあるだろうというのが、エクソソンも含めてですけれども、あり、もちろん感情の伝達がまだ何でなされるのかということに対して、非常にあのまだ深い示唆がこれから出てくるんだろうと思います。 それと、はいあの、グローバルなレベルでのコミュニケーションのこのクレディビリティの確保であるとか、その選択の基準をどうこれから我々手に入れていくのかと。まあ、このあたりが非常にあの我々先端研としてもですね、えー、このこうした異分野の取り組みを急合いたしまして、えー、取り組んでいかなければいけないところかなというふうに思いました。 ということで、あの、本日ですね、大変、あの、長い時間、あの、えー、非常にいい、興味深いですね、えー、このクロストークにご参加いただきました、あ、先生方、どうもありがとうございました。で、そこ,こでは、ここでですね、司会に、あの、バイクを戻したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。本日は、第10回先端研クロストーク、コミュニケーションが作る先端にご参加いただき、ありがとうございました。ご参加いただいた皆様には、 PTICS へご登録いただいたメールアドレスにアンケートのご案内を送付いたしますので、ご回答のご協力をお願いいたします。次回の先端研クロストークは、新年度5月以降に開催予定です。詳細は先端研ホームページ、SNS、また PTICS にてお知らせいたします。ぜひ PTICS の先端研リストにご登録くださいませ。 それでは本日のクロストークを終了といたします。皆様ありがとうございました。